よし休む休む、休まないと死ぬ死ぬ死ぬ。あ、休むとバイトも休みなんだ。だね。80を下回らないんですがそれは。これだけ休んで。どうやってストレスガンベラしすんのこれ。いやでもこれでも結構減ったけどね、13とか。うん、クラブとか全然行ってねえな。あ、本当だ。たまには行くか。うん、お、クラブストレス感じなかったの。あ、そうだ、電話しないとたまには。よし、今度こそ3、あ、鈴鹿が行ってみるか。行こっか。まだ1回も誘ってないもんな。はい、鈴鹿くん、先に行くだよ。何？俺今忙しいからよ。もう早くしてくれよな。俺だ、この時点でちょっともう、ごめん間違えたっつって切るわ。ね。あ、あのね。服買いたいんだよな。だから服買った後がいいな。だからここだな。鈴鹿か、なんだろう。あ、鈴鹿はどこでもいいよ。ゲーセンとか？ゲーセン意外といかない。ああいうスポーツに熱血してる。じゃあボーリング場だろ。だな。ボーリング場行かない？ん？まあ、おお、行った。特に予定もねえし、別に構わない。ちょっと喜べよ。お前露骨すぎるよ。やったぜ。やったー。さ、どうやってふざけよっかな。最低で。せめてこっちのステータスとか上がるようなことをな。あ、そうだ。上がんねえか、デートじゃ。買い物、あ、まだいけないのか。いけない。いや、ストレス下げる、また一応でのため。あ、ほんとだな。でも、ステータスも下がっちゃうんだよな、なんか。あ、イロー様の誕生日。イロー様。これは行くよ、行くよ。イロー様は行くよ。買いに行かなくちゃ。乙女番長あるかな。難しいな。あ、でも、画集とかさ。まんまだけど。ナルシストとかハンドミラーもまあいいよね。あ、そう、まあ、これはないな。うん、もうさっき多分一番下ってバツたんじゃねえの、もしかして、ね、固定で。画集。まあどっちでもいいけどね。じゃあ画集にしてみるかわかんないけど。うん。イロ様。ザックン、どうしたの？どうしたもこうしたもないよ。はい、誕生日プレゼント。おやおや。僕はもう。これ以上何も与えられる必要はない。まあめんどくせえ。まあまあそれぞれあげてみて。なるほど。うん、とっても月並みだね。月並み言われた。君らしいよ。なんだ、ありがとう。それじゃあね。うん、割と喜んで月並みで。まあまあまあ悪くはなかったかな、うん、まあまあこんなもんだろ。だんだんステータスが減るんですがね、運動20枠とかいいね。ああ、まあしょうがない。買い物行くか。うん、まだ、基本的な店にもう一回行ってみるか。そうだね、基本セットみたいなの多分揃えないといけない。いらっしゃいませ。だからそうだね、こういうの。え、ああこんなんだっけ。あ、でもモヘアニットってなんか。ああ、モヘアニットじゃあ買おうか。買おう買おう。これ100超えてやっぱ倍ず入ってるってこれ、ね。いつ入ったの？迷彩みたいなのくれねえのか。ね。こうしかも。カーディガンもね。これ買おう。普通の無難なやつ欲しいもんだ。で、下も少ないんだよね。下どれだ一番無難は。そうなの。何ですか？いや、スカート系結構あるんだよね。じゃあこれかやっぱ。ね。これ買っとく。あ、でもこういう系ないから逆に。これ？うん、買っとく。ブーツ買って。全身もなんか1個ぐらいあると便利な。お、お、ドレス系。ドレスは1個買って。ちょっと高いけど。もう金なくなっちゃうけどね。もう、もうこれで、これでしばらく服は買わない。ありがとう。もう買わない。春になるまではいいかな。バイト先がおしゃれなとこなんだから、なんかさ、バイト先をもっと教えてもらうとかさ、ね。してくれよ。ひそかをもっと有効活用した方がいいよな。もっと仲良くなろうよ。ちょっと学力も上げとくか。ストレスだけ上がったぞ。あ、森村くん。あ、ついに。いいね。あ、ここ慎重に行こう。作坊。作坊くん。あ、メガネくんあるじゃん。俺が勝手に呼んでたの。ね。作や。これは。モリリン。あ、モリリンね。作やくん。いやー、固く言った方がいいのかな。作やちゃん。作坊。俺的にはモリリンが好きなんだけどな。モリリン、なんかそれって愛地球博のキャラクターみたいな。
メガネ君、メガネ君はなんか、メガネ君はバカにしてるんだ。森村いいな、なんかこういいね、なんか女の子に名字で呼び捨てて、なんかこうなかなかね、大人になるとなかなかされないことですからね。咲夜君か森村君かね、まあ、一回咲夜君行ってみない。そうだね、まあ一緒に帰ろう。そうだね。咲夜君何読んでんの。あ、母さん、これですか。咲夜君は大丈夫みたいな。ただの参考書ですよ。咲夜君一緒に帰ろう。おーしょ、ギリギリ。ここまではいいよ。別に構いませんが。よし、これでね、一緒に帰ってこうハプニングで手とか持っちゃえばもう落ちるから。いけ、筋肉、ここは攻めどきだ。ヘッドロックをかけるんだ。咲夜君と楽しく下校した。まさかの、おい、おしまい。ないよね。なんじゃそりゃ。おっとさ、攻めとこうぜ、筋肉、うん、本命だろ。もっと行こうぜ。あ、鈴バカ君。鈴バカ君はまあ、鈴、ね。鈴バカ君、喫茶店行く来たらどうすんだよ。自主トレあるから。はいはい、オッケーオッケー、バイバイ、バイバイ大丈夫か、鈴バカ君のファンに怒られないかな。はい、デートデート、デート。誰だっけ、鈴バカ君だっけ、これこそ。あ、そうだ、試すか。そうだ、鈴バカ君、試そう。鈴バカ君だってデンジャー、これデンジャーなんだ。まあ大丈夫、まだあるから。下もね。おお、エレガント出た。冬服のエレガント。俺的にこれダセーけどね。色味がつ、なんかきついな。これにこれとかどうや。アクセサリーってあんま変わんないのかな、なんか。あんま、もしかしたらエレガントとか、ね、1個だけでなんかすげえ効果出るみたいなの。いいか、これでエレガントが出たからな、ね、このコンボ森村くんの時も使うぜ。使う使う、鈴鹿いい実験台だ。ああ、悪い、寝過ごしちまった。何やってんだよ。やってんだ、お前マジで。これお前、お前の所属してるバスケ部だったらキレられって、ね、なんかボールがぶつけられってか、お前服もっと頑張れ。まあ別に高校生ってこんなもんだと思うけど。いいよ別に、どうせ今来たとこだから。そっか。おい、真に受けんなよ、結構前から来てるぞ。そうだよ。あ、その色を増やすぞこれ。怖え。え、ぶつかったのか。今の流行色だよな。知ってんのお前、そういうの。似合ってる。そういうのはちゃんと知ってんだね。すごい、もう一回選んでよかったかな。やった、これで森村君に試せるぞ。ね、腕がないぜ。バレーボールのキャラクターじゃないのあれ。バボちゃんじゃないの。俺もまんま揃えを持った。バボちゃんでしょ、バボちゃん。ボーリングのキャラと生まれ変わってるけど。よし、さあ中に入ろうぜ。俺らっていうか、ザ筋肉、運動能力抜群に低いんだ。ね。多分やっちゃうな、これ。やらかすな。腕が鳴るな。さあ、早く始めようぜ。もうなんかさ、鈴鹿くん。いや、遊びなんだからじゃん。何で真剣に考えてんだ、俺はこいつ。こんなやつのことなんか好きじゃないんだからね。教えてくれると嬉しいな。いや、こいつ勝負ごと好きそうじゃない。そうだな。でまあザキ肉なら多分負けるから、多分こいつウキウキピースで帰るな。そうそう、それで行こう。おお、そう来なくちゃな。やっぱりな、手加減しねえぞ。こっちこそだよ。とだよ。ただしこっちはガーターなしコースだ。子供用の。え、もういいの。え、あれ、鈴鹿くんもしかして意外といけんじゃねえ。あれ、誘ってくれてありがとな。あっという間だったぜ。面白いよな、こういうのって。あ、違う、鈴鹿くんに求めてるのはこういうことじゃないんだ。あれ、なんだろう。鈴鹿くんが意外といけるかもって思った瞬間ちょっと悩むわ、私。いけんのかな、鈴鹿くん。運動ちょっと上げとかないときついかな、いくらなんでも。なんか運動も上がって学力下がんない感じが一番ベストなんだけど。エンゲームって運動たまに上がんねえかな、うん、ま、下がった。むしろ下がる。マイル、うん、運動下がるな、うん、運動なんか部活あんまだな。あー、確かにな。そうだ、そうだ、あの服鈴鹿くんに試さないと。鈴鹿くんじゃない。鈴鹿くんじゃない。あ、間違えた、間違えた、鈴鹿くんじゃない。鈴鹿は実験台だから。そうそう、モルモット鈴鹿。いいね。モルモット鈴鹿ちょっとツボに上がったんだよ。
おぼぼぼぼぼぼバレンタインデーがあるじゃないか、もう。わあ、ちどうしよう、バレンタインデー11とか行ってみるか。建国、うん、建国記念日とか好きだろ、真面目な子は。ショッピングモールって意外とどうだろう。あ、そうだね、まだ一緒にそういうとこ行ってないね。その日を、よーし、さすが、いいね、大丈夫です。さすが、いつも予定ねえな、森村くん。おい、森村くんだってな、時間削ってきてくれてんだよ、筋肉のために。だって特に予定はありませんって、多分いつも言うんだもん。いや、あるけど、そう言ってんだよ、筋肉に。まだなと思って。俺でももうちょっと予定入ってるぞ。わかりました。それでは。オッケー。やったわ、早く11月が来ないな。11月ね、11日が来ないかな。ちょっと運動さすがにちょっと上げる。ストレスがどんどん上がっていくんだよな。いやいや、やばい。運動なしでいいのかな、こうなってくると。もうなんか、何やるか分かんないだけ、占いで決める。ああ、そうだな。勉強と恋愛がいいみたいだ。ああ、勉強か、また。結局のとこね。勉強するよ。分かった、めっちゃ上がった。ストレスもなく。もう一回勉強してみるか。うん。いや、上がんないな。何もなかった。ただターンを逃避した。よっしゃ、このコンボ、この最強コンボでいくぜ。無敵のこの。うん。無敵要塞。流行りも取り入れてエレガントで最強だからね、これ。もうこれが通ったら草木一本生えないと言われてる。ごめん、待った。あ、ダさん。いつも森村くん待たせちゃってんだよな。僕も来たところです。てか森村くんが早いんじゃないの、もうこうなってくると。ただそういう性格なんだな、ね。この森村くんの探偵みたいな格好。鈴鹿みたいに。似合いますね。似合いますね、ほら。似合いますでしょ。もっと褒めていいよ。ねえ、この格好そんな似合うかな、あなたらしくて。あなたらしい、さっき肉ってどんななんだろうな、ね、実際どんなビジュアルなんだろう。さっき君こういう服好きなんだ。バッチリ掴んだな。ほらな、やっぱ鈴バカでテストしただけあったモルモット鈴鹿、ありがとうサンキュー、サンキューモルモット。あの、これなんかどうでしょう。ん、どれどれ。真ん中はダメだな。手が滑る、手が滑る。鈴鹿だったら間違いなく真ん中。やりたい気持ちはわかる。動画的にもやったら面白いかもしれないけど。あ、でもな、モルモット鈴鹿でやるべきだな。うん。え、思い切って買っちゃおう。まあ、それもちょっとなんか。でも、金そんなねえんだよな。でもな。どうしよっかな。がいいかな。うん、なんか。考えちゃいますよね。ゆっくり時間をかけて。いいものを選んでください、うん、なんか悪いね、ごめんね、うん、やっぱり買った方が良かったっぽいな、うん、で買うと実際買っちゃうのかな。今日はありがとう。どうなんだろう、楽しい一日でした。分かんないんじゃない。ただ別にだってデートしたって金減らねえじゃん。そうなんだよね、うん、だから買っちゃってもよかったのかな、ね、今思ったらでは俺らの少年のケチさが出ちゃったすごい。ああ、やっぱケチは出るな、こういうとこで。お、サクヤくん、サクヤくん、サクヤくん、よし、喫茶店行けるか。いや、もう一回植えたろお前ら、慎重すぎないかな。いやいや、いいんだって、サクヤくんはそういう人なんだ。あ、まだ参考書読んでんの。これですか。暇だね。ただの参考書ですよと言いながら、ごめんなさい今日はどうしてもこの本読みたくて。本読みながら歩くのダメだと思う、俺、ね、そんな歩きスマホと変わんねえぞ、やってること。ほんとだよ、読者の邪魔者が多いな。せっかくですけど、それでは失礼します。なんか自己中な断れ方してる本読みたいからっつって、ちょっと変えるぐらい良くないですか。筋肉より本を取られて取ったね。本当だ、筋肉本以下だぜ、まだ。なんかいろいろあるね、今週。あと、うん、今日も一日無事に終了。あ、そうだ、忘れてた。これ大事、これ一大イベントで。そうか、チョコレート買いに来るんだ。作んないんだね。いや、素材かもしれない、もしかして。あ、そっかそっか、なるほどね、作るよね、これから。いらっしゃいませ。柳原加奈子かと思ってさ、どうしようかな。あ、作んねえんだ、やっぱ。いやでもこれはちょっと本命狙うんだと、やっぱちょっと金使っていいんじゃないの。まあ10ぐらいだしな、うん、安いズボン、安いズボンとチョコ一緒で、すげえな、超高えなあれ
義理も買えんの。あー、そういうことか。一人にだけじゃないのかな。あ、鈴ばかにあげるか、義理は。ありがとうございました。鈴ばかに対する扱い。モルモット鈴鹿にあげよう。朝の5時過ぎな。え、ちょっと何何何。あ、作るんか。作ったの。あ、作る、あ、作るのね。もう作ん、じゃあ作る、作ろっか。そこそこいいの作れるんじゃない。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よし頑張るぞ。あ、これはミニゲーム。いや違うか。あ、ミニゲームだ、ミニゲームだ。お前の出番が来たぞ。ちょっと待って。L、 左スティックを右回転、左スティックを左回転。あ、だからこう、あれが出たら右回転、左スティック左回転、 R、 だからあれの通りにやればいいんだね。だからつくし君があれ出すから、お、焦らず落ち着いて操作すればできるべ。うん、つくし君が指示を裏返しにすることがある。この場合は回転方向のみを、だからつまり裏返しの時はこれの逆、逆回せばいい、時計、逆時計に回せばいいってことか。そうですね。なるほど、 OK、うん、いくよ。L を、お前間違えた。え、あれ、あれ、ああ、ちゃんと回されたね。さっきもそうやったんだけどね。だからゆっくり回すんじゃない、ゆっくりとかしっかり、ね、速さよりもL、 逆逆逆だからこっち回す。よしよし、ライトが出てこないんだけど来た。ああ、よし、おー、いいぞいいぞ。あと残り半分、お、もう半分か。あ、これは微妙だぞ。微妙だな。どうなった、なんか。あ、これ2回目だったらできるな。え、あ、作り直せんの。どうする。投稿時間8時投稿、まだ6時、まだいけるか。じゃあ次ちょっとやってみるわ。あ、おお、普通です。あれ、さっきなんかよくできないな。あれ、あれ、さっきのでよかったのかな。じゃあどうする。8時投稿、まだいワンチャンいけるのか。じゃあもう一回いこう。逆か。お、いいんじゃない。いや、これは結構いいでしょう。おーし、よし、よし、まあ最初もこれだったんだけどね。うん、そうだな。よし、じゃあこれで、わー、作り直さん、作り直さん、出すのが楽しい。いざ勝負。ちょっと休もうかなって怖いんだけど、ね、起きれる、起きれる、姉さん、起きてるか。お、お、なんかつくし君の違う絵が出た、珍しくね。あ、ランドセルスやってかわいい。ほんとだ、子供って感じがするな、ね、やっぱ。あ、つくしノックしなさいって言ってるでしょ。気持ちよく寝てたのに。気持ちよくね。ま、遅刻してもいいんなら別にいいけど。ちょっと何気に優しいよな。うん。え、もうそんな時間。ふんじゃ、俺は先に学校行くから行ってきまーす。行ってらっしゃい。早くして、して学校に行かなきゃ。ギリチョコをあげるのは。そんなん決まってんじゃん。もちろん彼だよ。ヒリチョコ、やっぱり鈴鹿くんかな。やっぱりって。鈴鹿くん、なんか用か。さあ、ほら、これでも食えよ。はい、これバレンタインチョコ。わざわざ悪いな、ありがたくもらっとくぜ。まあ、ギリだから。まあでもこの反応はこいつ多分ギリチョコならいろんな子にもらってる感じの反応がするな。ね、絶妙にね、モテるんだろうな。ちょっと待って、奥の女の子めっちゃ可愛くない。あの奥の真ん中の。あ、本当だ。すげえ可愛い子いる。あれがモブなんてもったいない。会いたいね。てかここのモブレベル高えな。ね。あのさ、バス停の時とかのモブ超なんかひどいのにね。なんかちょっとのっぺりしてんのよな。ここの絵師気合い入れたんだろうな。高級中だ。手作りはだから作役にあげよう。うん。だ、高級は。どうだろう、俺的には2位は三原色なんだけど。じゃあ行こう。まあね、葉月くん低かったからね。ああ、やっぱ色さ、高級チョコ好きそうだもん、ね、うん、なんか。か先生は多分受け取ってくれなそうだもんね、うん、なんか生徒からそういうものもらえないみたいな、うん、つまんないこと言いそう。
やあ、ザックン。一緒のクラスしたの？なことないよね。ね。はい、バレンタインチョコレート。はい、ご苦労様。なんだこのさぞ当たり前かのような。お役所か。いやいや、喜んでないって。難しいんだけど、三原色。ね。こいつちょっとトリッキーだな。よし、これ。あれの、やっぱり。こんなん。もちろんヒムロッチ。もちろんね、サクヤ君ね。サクヤ君でしょ。サクヤ君。あ、お、ダさん。はい、バレンタインのチョコレート。あ、もしかして手作りですね。どうもありがとうございます。手作りは食べれないという潔癖症じゃないよね。大丈夫？あ？なんだなんだ。あれ、高級のが良かった？あれってかストレスがいつの間にかすごく高まって、あれストレス全消しみたいなないんかね。全消しってぷよぷよみたいな言い方する。一回止めます。はい。